はい、サッカーボールを追い求めて数十年、丸山桂里奈です。そして最近ゴールを決めちゃいました。最近ゴールを決められました本並です。よろしくお願いします。なんかちょっとプレッシャーかかってるんで、いろいろと、はい、いろいろ彼女の、言葉を解読していかないといけないんで、そこの苦労がちょっと全然喋ってるよ、はい、大変だと思うんですけど、はい、頑張ります。だから最近こう人妻になって、まあ、共演者の人からちょっと何ですかね、色気出てきたねみたいな感じのことを言われるみたいです。やっぱ結婚するって して人妻になると、やっぱ他の世の男性はすごい人妻がなんかそういうなんか色気があるって思うみたいですよ。人妻っていうこの、私が人妻ってよりは人妻っていうこの言葉にすごいなんか色気を感じるみたいですよ。あなたが人妻じゃん。あ、そう、私が人妻なんですけど、うん、だから言われましたもん。結構言われますよね、うん、今一番マックスちょっとポチャっとしてるんで、どちらかというとポチャっとしてるもそうだけど、どちらかというと私が多分今人間ですけど、マグロ、大きいマグロだと思ってもらえればよくて、マグロ一番釣り上げた時のマグロ、油が乗ってるじゃないですか。今その状態のマグロです私。絶対見出し分かるわ。いやー、分からないかな。あー、それ結構言われますよね。でもスタイルがそうなんですよね。そう、やっぱただ単にちょっとポチャっとしてきてるだけです。あ、おめでたかな、はい、っていう。違います。全然違います。言います、もし本当におめでただったら。そうなん、はい、おめでたのはまだなんですね。まだですよね。まだ全然そんな結構失礼なこと言われてるんです。あ、そうなの、私失礼なこと言われてるの。してるんだ。そうなんですか。ぼちゃっと。嘘。あ、そういう問題なんですか。全然気づかなかった。あ、コウノトリの計画がまだちょっとでもバタバタしてますけど、うん、どうですかね、夜にならないと。どうですかね、まあ、僕がちょうど東京オリンピックの年に生まれたんで、まあ来年、まあ、今年だったんですけど本来、はい、まあ、来年に伸びたんで、そっか、まあ、それでっていう感じもあるのかなっていう。それならすごくないですか。東京オリンピックに生まれてて、東京オリンピックの時にお子さんが生まれたら同じじゃないですか。お子さんで君の子供ね。ということということ。すごくないですか。そんな奇跡あるのかな。だから来年ということですか。そう思ってていいですか。はい、だ来年はそうですね。いいですよね。だっていいですよねっていうか、あれいいですよね。マネージャーさん大丈夫ですか。まあ、あとはあとは本当に鳥が運んでくるから、もうこれは本当に人間にはわからない問題で。なんか何かだって鳥ですよね、コウノトリさん。みんな見てみ、みんなの顔はぁみたいな感じ。大丈夫です、いつも通りです。なのでそういうタイミングもあるし、でも私たちはやっぱりいつでも、もう今結婚して夫婦になってますから、いつでも本当にそういうことがあってもいいってことですもんね。ん、え、そういうことですよね。そうですよ、うん、はい、そういう話ですよね、うん、それは会社ともう一回相談するか、ちゃんと。そうですね、まあちょっとそれ